はい、どうも、こんにちは。フリーランス美容師の OK です。今日はボブヘアの失敗しないオーダー方法を皆さんにお伝えしたいと思います。はい、ボブヘアでなんかしっくり来なかったなって思う方って結構ねいらっしゃるんですよ。もちろんその美容院に行ってね、せっかくボブにしてしっくり来なかったっていうのの原因は美容師さんが悪いとは思うんですけども、お客さんの方もいろんなボブヘアの形だったりとか、その形によって見える印象だったりとか、自分に似合うボブヘアはどんなものなのか、自分のなりたいボブヘアはどんなものなのかっていうのを知っておいて、美容師さんとうまくねカウンセリングがもしできていたら、そのしっくり来なかったっていう失敗が防げたかもしれない。今回の動画を見るとボブヘアがねしっくり来ないなんてことがなくなると思います。ぜひね最後まで見ててください。でチャンネル登録をぜひ押していただきたい。押すだけで奥屋が救われます。そこのチャンネル登録って書いてあるボタンを押しましょう。ではね3、2、ということで早速今日の目次なんですけども、まず美容院でボブヘアにしてなんかしっくり来なかったっていうパターンのよくある原因をねお伝えします。でその原因を知るとボブヘアの種類だったりとか、どういう形はどういうイメージを持つのかっていうのが知っておくことが大事になってきますので、様々なボブヘアだったりとか、シルエット、前髪、質感、ここをこうしたらこんな印象になりますよっていうのを思いつく限り全てのボブヘアを網羅できるようにお伝えします。で最後にそれまるっと含めて、最後に一番大事などういう風にオーダーしたらいいのっていうのをお伝えしていきます。お写真はちょっとインターネットで探してきたお写真になりますので、引用元をね書いておきます。じゃあまずよくある失敗の原因なんですけども、もちろんね美容師さんの技術不足で失敗になったっていう原因もあるんですけども、今回は美容師さんと最初にね話し合ってこういう髪型にしようってなったその通りではあるんだけど、なんかしっくり来なかったっていうパターン、これの原因解決方法っていうのをお伝えします。これの主な原因は、なりたいイメージ像をちゃんと持てていますか、でさらにそれを美容師さんと共有できていますかっていうことが失敗の原因になってきます。で例えばね、美容師さんにそのお写真を準備してこんな感じにしたいんですって言って見せたお写真と同じ仕上がりだったんだけど、そのお写真をねなんとなく直感的に素敵だなと思ったんではあると思うんですけど、それを紐解いていくと、なんで素敵だなと思ったのか、例えば自分の好みが大人っぽいのが好きだけど、大人っぽすぎるのは嫌で、ちょっと可愛らしさもあるようなヘアスタイルが良かったとします。でその準備したお写真を見て、同じようにねその自分の求める大人っぽいけど可愛らしさもある、そんなお写真だと意識的にか無意識的にか置いといて感じたので素敵だなと思ったと思うんですよ。だからこの髪型にしたらこんな雰囲気になれるとね思っちゃって美容院に持ってくとするじゃないですか。でもそのお写真のじゃあモデルさんは、例えば自分とは違ってものすごく大人っぽく見られちゃう方が可愛らしい髪型をまとうことによって、自分の持ってる大人っぽい雰囲気をちょっと可愛らしい寄りにしたパターンだったりとか、ものすごく可愛らしく見える人が甘々しく見えるのが嫌で、もう超大人っぽい髪型をまとって大人っぽいんだけど可愛らしさもある髪型にしてるパターン、どっちも見た感じは同じように自分の好みの大人っぽいんだけど可愛らしさもある、そんな印象なんだけど、髪型だけで見た時にめちゃくちゃかっこいい髪型とめちゃくちゃ可愛い髪型なんですよね。なのでその髪型にしたいですって言って、自分がその髪型にした時はそのお写真から感じるイメージとは違う雰囲気に鏡で見た時に感じてしまうっていうことがめちゃくちゃあります。これがオーダー通りにはなったんだけどしっくり来なかったっていうパターンの半数以上ね占めるんじゃないかなと思います。もしくはいいなと思った髪型を見せて、これよりもちょっと長めとか、これの前髪ないパターンとか、これの髪色が違うパターンとか、なんか曖昧な感じでオーダーしてしまうと、そのちょっとが変わることで髪型の雰囲気っていうのはだいぶ変わってしまうので、それもまた自分のね思ってたのと違うなっていうパターンも起こりうると思います。で美容師さん側も、そこでねしっかりと細かくコミュニケーションをとって、もう細かいところまで決めていけば解決はするかもしれないんですけど、美容師さん側もねあんまりお客さんに本当に細かいところまで聞きまくるっていうのは、やっぱりお客さん側もストレスになっちゃうし、自分の見られ方としてもなんかこの人全然理解してくれないんじゃないかとか不安に思っちゃうと思いますし、美容師目線で言えばカットとかカラーの技術だけじゃなくてカウンセリングっていうのも技術の一つだと捉えていますので、カウンセリングもお客さんに心地いいカウンセリングを技術として提供したいっていうねやっぱり思いがあるので、そういう美容師さんのちょっと強がりな部分と、なりたいイメージ像っていうのをあんまりふわっとしか持たずに髪型のお写真だけでとかでオーダーしてしまったりとかしている、この2つが掛け合わされることでなんかしっくりこなかったなっていうことが起きてしまうんですね。なので髪型のここをこうしたらこういうイメージになりますよ、こんなボブはこんな雰囲気を醸し出しやすいですよっていうのを知っておくこと、プラス自分がなりたいイメージを持つこと、これが大事になってきます。
ということで、ボブの種類だったりとか、パーツの特徴をね、解説していきます。ボブをざっくり分けると、こんな感じで、ワンレンなのか、段がどの程度入ってるのか、っていうことと、横から見た時のシルエットが、前上がりか、前下がりか、その中間ぐらいなのか、で、前髪があるのか、前髪がないのか、どれぐらいあるのか、で、全体の長さ、で、最後に、まあ、細かいところでの印象チェンジ。このすべての箇所で印象が変わってきます。なので、この髪型の、じゃあ、ここがちょっと違う番とかっていうオーダーをするとなりたいイメージとはね変わっちゃうかもしれないので注意が必要になってきます。じゃあまずワンレンと段についてね話していきます。まあワンレンっていうのは段がないってことですね。表面の毛が毛先まで来てるボブのことを言います。まあこういうワンレンっていうのは切りっぱなしとかとね相性がいいので、最近だったらまあ切りっぱなしボブとかって言われることもありますけども、まあ切りっぱなしっていうのは必ずしもねワンレンとは限らないんですけど、で段がちょっと入るとまあこんな感じですね。表面の毛が少しだけ短いことによってワンレンだとボリュームが一番出るのって毛先なんですね。でも段がちょっと入ることによってボリュームゾーンっていうのがちょっと上に上がります。でワンレンの特徴としては段が入ってない方が表面のツヤっていうのは出やすいので、ワンレンの方がツヤっぽくなります。で重たくも見えます。何もセットしてない状態だったらワンレンの方が毛先の毛量っていうのが多いので広がりやすくはなります。で広がるってことはちょっと丸さが出るので少し可愛らしい印象が出やすくはあります。ただセットすると最近はねワンレンをできるだけタイトに見せるようなヘアスタイルっていうのも流行っているので、ストレートアイロンとか通してあげてストレートにしてあげて、まあ、オイルとかでさらにボリュームを抑えてツヤタワ感とかを作ってあげる。こうするとワンレンの方が段が入ってないよりもセットをちゃんとすれば直線的に見えるんですね。で直線的に見えるとかっこいい印象っていうのを出しやすいです。これがさらに毛先が切りっぱなしっぽくパツッとなってたりするとより直線的になるので、タワ感もあってワンレンで毛先も切りっぱなし感ある。そうするとすごく直線的、顔タイプとかで言うとクールとかクールカジュアルさんとかが似合いやすくはなってくるんですね。だからできるだけ直線的に見せてあげた方がかっこよくは見せやすいので、そういうかっこよく見せたい方にもワンレンはねおすすめできますし、普通にこう内巻きボブみたいな感じで丸く見せたい場合は可愛くもなるので、ある程度スタイリングによってその雰囲気の幅っていうのはねワンレンの場合は変えることができます。で次段がある、段をどれぐらい入れるかによってもまた変わるんですけども、段を少しだけ入れる場合はやっぱりワンレンよりも丸さがより出るので可愛らしい印象っていうのはね作りやすくなります。その段っていうのはふんわり動かすこともできるので髪を柔らかく見せたい人とかにもいいと思います。まあただねボブ自体がもともとね丸くなりやすいような長さではあるので、ボブでも頑張ってかっこいい風に寄せようって思わなければ、まあ、基本的にはね可愛らしくなりやすいかなとは思います。で段をもっと入れてあげると毛先のね量っていうのが少なくなってタイトになってきますね。ここら辺が上にボリュームが出るのでひし形っぽくなってくる。こうすると、まあ、フェミニン、女っぽいっていうか女性らしいような雰囲気を出しやすくなります。段がすごい高くなると直線的になってきます。なので段がしっかり入ってる方が大人っぽかったりとかかっこいい雰囲気も作りやすいですし、しっかりと毛先も表面も巻いてあげれば、まあ、フェミニンな女っぽい雰囲気も出すことができます。まあこういうのを外羽にする場合は毛先は外羽にして表面は内巻きにしてあげる、そういう風なスタイリングになってくるかなと思います。まあこういう場合の外羽の方がワンレンで外羽するよりもカジュアルとか、まあ、ナチュラルとかそんな感じの、ね、印象になりやすいです。じゃあ次横から見たラインですね。前下がりの場合はまあクールとかモードとか、まあ主にかっこいい雰囲気に感じるようなデザインになってきます。前に下がってるボブっていうのは前から見た時ってすごくねタイトに感じるんですね。ボリュームの収まりもいいです。でこの前下がり感が弱まってこれば来るほどちょっとね丸さが出てきて可愛らしくなってきます。で逆に前上がりになるとちょっと下の方に丸さを感じるような見た目になってきます。まあどっちかというと可愛らしいよりの印象かなと思います。まあ、前上がりだったらちょっとねかっこいいっていう雰囲気を見せるのはかなり難しくなってくるんじゃないかなと思います。で最近の流行りで言うと緩い前下がりからまあ平行ぐらいの方が多いかなと思います。前上がりのねボブっていうのがね最近あまり見ない感じはありますね。で平行ぐらいだとスタイリングによってまあかっこよくも見せれますし、まあそのまま普通に巻いて可愛くも見せれるかなっていうところです。なので前下がりでタイトになってくればなってくるほど顔もちょっと縦長に見えるので、あんまり縦長に見せたくない人とかだったらちょっとボリュームを残した方がいいかもしれないですし、逆に縦長が気になる人、少し横にボリュームが欲しい人は平行ぐらいとか前上がりぐらいにしといた方が自分のコンプレックスってのはカバーできる可能性はあります。で前髪ですね。前髪なしはもう当然かっこいい印象に見えます。全体が同じ形のボブでも前髪ありかなしだったらまあこんな感じでね、モデルさんのちょっと印象は一回置いといて前髪なしの方がやっぱり
りね、かっこよく見えます。なのでなんか可愛い感じのボブのシルエットに前髪なしを選択してあげることで、かっこいいのと可愛いののバランスが取れたりとかもしますし、まあ、逆に形によってはかっこよくなりすぎちゃう場合があるので、注意が必要になってきます。で、まあ前髪ある、まあ一般的に目にかかんない眉毛ぐらいの、じゃあ基準として前髪あるとする。まあそうするとやっぱり前髪ある方が前髪なしよりは丸いシルエットになってくるので、基本的にはシルエットが丸く見えた方が可愛らしくなるし、直線的に見えた方がかっこよくなってきます。加えて、おでこが見えてる方が大人っぽい印象っていうのを与えやすいので、前髪が薄い方が大人っぽいですし、で、前髪が長ければ長いほど、放射状に前髪がね、広がってくるので、長い方が隙間が出ます。なので、おでこが見えてちょっと長い方が大人っぽい印象を与えるということになります。なので、まあ全体のシルエットの持つ印象との足し算、引き算で、前髪を大人っぽくした方が全体として見た時に自分の好みのバランスになるのか、短い方がいいのかっていうのをね、判断基準の一つにしてもらえればいいかなと思います。で、長さですね。まあ、ボブって言われると大体顎ぐらいが一番短いぐらいだと思うんですけど、まあ、短いほど丸くなりやすいので、可愛くなりやすいですし、長いほど重さと長さでストンとしてきて、横のボリュームが収まってくるので、ちょっとタイトになってくるので、少しだけかっこよく見やすいです。まあ、とは言っても、ボブっていう形自体が、まあ、もう丸く見えやすいので、そういうのも考えつつ、長さもイメージしてもらえたらなと思います。で、ボブに関して、他の長さにはない注意点なんですけど、首の長さに対してのボブの髪の長さで、全然印象が変わるので、お写真でこの形いいなって思って見せる場合でも、首の長さも、そのモデルさんがすごい首が長かったとして、自分がじゃあ普通ぐらいだったとしたら、ちょっと印象が変わってしまうかもしれないので、他の長さだと別にそのことあんまり気にしなくていいんですけど、ボブの場合はそこら辺も注意が必要かなと思います。エッセンスっていうと、まあ、例えば最初も言ったけど、毛先をちょっとパツッと切りっぱなしのような質感を残してあげる。そうするだけでちょっと直線的な印象になるので、どっちかとかっこいい印象になりやすいですし、ちょっと馴染ませた方が可愛い印象になりやすいです。で、あとはスタイリング剤でパラパラっとね、束っぽくなるようにスタイリングした方が直線的な印象でかっこよくなりますし、そこまでスタイリング剤をつけすぎずに仕上げたら、こうナチュラルとかカジュアルな印象に持っていきやすいです。まあ、あとはその、まあ、前髪ある場合だと思うんですけど、顔周りに段を入れて、だんだん長くなっていって毛先に繋がるようにするのか、まあ、前髪は前髪で毛先は毛先ってするのかで、また印象が変わってくるんですけど、前髪の横から毛先に繋がるように段を入れてあげると、顔周りっていうのがちょっと丸く見えるので、少し可愛らしい印象になったりとかもしますし、逆に全く繋がってないと、カクカクっとしたような印象で、直線的で、ちょっとモードな印象に見せやすいかなっていう、そういうのもあります。まあ、あとはカラーリングですね。まあ、カラーの持つイメージってありますよね。じゃあボールでネイビーとピンクってあった時に、こうピンクのボールの方がやっぱり可愛らしく見えるし、ネイビーのボールの方がちょっとこう大人っぽいとかシックに見えると思うんですけど、まあ、そういった感じで色の持つイメージとかで自分のやりたいボブがじゃあちょっとかっこよくなりすぎちゃったなと思ったら、少し色で緩和してあげたりとか、ヘアカラーがエッセンスとなってそのボブのイメージっていうのを調整してくれたりすることもできます。という感じで一応色々比較しましたけども、同じ要素があったとしてもどこかが違うだけで全然印象っていうのがガラリと変わってきます。まあ、なので主にね、こう可愛いとかっこいいっていうのの両軸があったとして、前髪を作った方が楽だと感じるから、そのイメージどうこう置いといて前髪を作りたいとなったとします。そしたらじゃあ前髪作るってなると、じゃあ可愛い方向に行きますよね。でもなりたいのはかっこいい方なんだってなったら、じゃあこれをかっこよくするために前下がりにしようかなとか、でなおかつ束っぽくスタイリングしようかなとか、ワンレンにしようかなとか、でもこれだと格好すぎるからちょっとだけ段を入れてフェミニンにしようとか、でプラスで顔タイプ診断の動画僕上げてるので、あれでまあ自分がどういう雰囲気に見えるのかとか、直線要素が得意なのかとか、曲線要素が得意なのかとか、そういうのがね分かるので、まあ、そういうのも一応合わせながら、自分の顔はどういう風に見えるのかとかっていうのも合わせて、自分の顔はどっちかというと可愛らしく見えるから、じゃあこのぐらいに見えるかなとか、そしたら私のなりたいイメージ像と一緒だなとか、なんかそんな感じで色とかパーツを分解して、自分のなりたいイメージとはかけ離れてないのかっていうところを考えてあげると、思ってた仕上がりになりやすいかなと思います。まあ、全部ねこうなりやすいっていうだけで、まあ、スタイリングとかの方法によっても変わってきちゃう部分も若干あるので、もしねこういう風にしたいんだけど分からなかったとかっていう場合あれば、まあ、ご質問をね投げてくださればお答えしますので、まあ、そういうのを皆さんにも共有しながら、まあ、そういうのでねコメント欄とかで補足を付け足していければなと思いますので、ぜひね LINE とかコメント欄でご質問もねお待ちしております。でこういうねパーツごとによる印象の違いだったりとか特徴が分かったので、じゃあこういうのを踏まえてどういうねオーダーをしたらいいかっていうと、やっぱりね写真を準備するのはすごくいいことだと思います。お写真プラスなりたいイメージ像っていうのをお伝えしてあげる。なんかなりたいイメージ像が分かんないよっていう方は、誰になんて褒められたいのかっていうのを伝えてあげるのがいいかなと思います。
彼氏に可愛いって言われたいのかとか、女友達にかっこいいって思われたいとか、なんかそういう髪を切ることって誰に何て褒めてもらいたいかっていうのを考えてあげるとイメージしやすいんじゃないかなと思います。で、お写真を見せる場合になりたい髪型があったとしたら、じゃあそれを見せてあげて、プラスじゃあその髪型の雰囲気まで好きなら、こういう雰囲気も好きですだったりとか、雰囲気まで含めたなりたい髪型、モデルさんの顔立ちとかファッションとか写真の質感とか、そういうのも含めて自分が好みだなと感じるお写真を何枚か 3,4 枚とかでいいと思いますけど、準備しといてば美容師さんにこういう雰囲気が好みですっていうのを見せてあげるとか、芸能人さんでもいいと思います。なりたい雰囲気的にはああいう誰々さんみたいな可愛らしい雰囲気がいいとか、誰々さんみたいなかっこいい大人の女性の雰囲気がいいとか、なんかそういう感じで芸能人さんに例えてもいいですし、まあ、そういう感じで美容師さんと自分の好きなイメージ、なりたいイメージっていうのが共有できたなって思ったら、じゃあプラスでお悩みですよね。朝時間がなくてスタイリングに時間をかけられないんですとか、あとは縛れる長さがいいですとか、できるだけ広がらない髪型がいいですとか、顔は丸く見せたくないですとか、そういう合わせてお悩みを言ってあげて、そうするとそのお悩みが解決できるヘアスタイルとなりたいイメージ像っていうのをうまく掛け算したものを美容師さんがね提案しやすくなると思いますので、そういうお悩みが解決できるもので、かつお客さんの好きな雰囲気を崩さない、なりたいイメージ像に寄せていけるような提案っていうのを美容師さんと決めやすくなると思いますので、写真を準備する、やってみたい髪型を見つけとく、お悩みを相談するっていうのプラス自分のなりたいイメージ像をちゃんと美容師さんと共有してあげる、これを相談の時に伝えてあげれるようになれれば、ボブヘアで失敗しないんじゃないかなと思いました。はい、といった感じで相談方法をねお伝えさせていただきました。どうでしたかね。かなり伝えるのが難しい分野でもあるので、腑に落ちなかったね方も申し訳ないですがいるかもしれないですけども、まあ、そういう場合はコメント欄と LINE アットでご質問をいつでも受け付けてますので、そこに、ね、残してくだされば返信しますし、まあ、そのやり取りが他の皆さんのね補足情報としてより役立つかもしれないので、どうかご協力してより分かりやすいコンテンツにしていただければなと思います。はい、といった感じで、チャンネル登録してないよっていう方はね、チャンネル登録をすると奥谷が喜びます、喜びます。皆さん一緒に押しましょう。いきますよ。はい、じゃあスマホを持ってください。いいですか。いきますよ。3、2、1、こっち。やったー、わー、チャンネル登録ありがとう。はい、すいません。じゃあまた別の動画で。チャンネル登録ありがとう。